所の花粉情報をお伝えします。今日も広範囲で晴れて初夏の陽気となります。暖かさに加えてこの花粉の飛散も多くなりそうですね。仙台、東京、名古屋では非常に多い予想。さらに新潟、金沢、大阪、広島、高知、福岡でも多い予想となっています。では詳しく時間を見ていきましょう。レーダーです。この後時刻進めていきますと、午後から夜の初め頃にかけて飛散量は非常に多くなるエリアが広がっていきそうです。こちらの赤い地域ですね。お花見などで外出をする際は花粉症の方はもちろん、予防という意味でも対策をしっかりと行った方が良さそうです。詳しい花粉情報はお天気アプリウェザーニュースからもご覧いただけますので、ぜひご活用ください。